今まで中学生15歳の時こっちに来る前までは、まあ、自分のことしか何にも考えてへんかったんですけど、まあ、こっちに住んでもったらやっぱりこうお客様とかで、ね、こう一緒にお座敷に住もうた姉さん方にも気を使うたりとか、ね、まあ、下の子にも気を使うたりとか、私周りのことに対して、まあ、いろいろ幅広く見れるなと、まあ、世界観が広がってね。宮川茶の福内度数18歳度数、今重森さんで舞妓さんやらさせてもらってます。まあ、もともと京都に、まあ、来たいなと思ってたんですけども、まあ、日本の伝統芸能にも憧れてまして、ではその時に舞妓さんのドキュメンタリー番組を見させてもらって、まあ、すごい京都にこんな綺麗な舞妓さんがいるんやなと思って、なれるんやったらうちもやっていろいろ芸事もさせてもらいたいなと。だいたい舞妓さんは、まあ、お昼間がお稽古なんですけども、まあ、そのままだいたいお稽古は10時から11時からとかが多いので、まあ、朝は9時頃にだいたい皆さん起きはるんです。ですので、まあ、お着物を自分で着て、でそれからお稽古場、歌舞練場という場所へ行って、もう人さん方に舞やらお三味線うちやらお稽古してもらうんですね。ちゃんとこういう髪をいてくれる髪結いさんに寄せてもらいます。1週間に一遍ですね。大体まあ40分ほどで全部できます。舞妓さんに寝てたばかりの子は最初に頭を、ね、溶けへんので、芸妓さんの姉さんとか家のお部屋の舞妓さんの姉さんにいつも溶いてもらって、それでお勉強してもう稽古して、やっぱり自分の顔に描くっていうのもアートやので、ね、自分の顔に絵を描いてるみたいなもんやので、ね、やっぱり綺麗に描きたいとも思いますし、やっぱりすごい稽古はしましたね。もう絵が大好きなので楽しいです。見てるとやっぱり気持ちも良くなりますし、やっぱり興味持ちますね。そう、この絵はどういうふうに思って描いたのかとか、やっぱりそのいろいろなぼかし方とか、やっぱり人それぞれあれなんですけど、まあ、大体、まあ、舞妓さんというのはお化粧はちょっと決まりがあるんですけども、やっぱり舞妓さんやのでね、こうやっぱりこうおさまおぼこい可愛らしく描かなあかんので、眉毛なんてシュッとか描いてしまうちょっと可愛らしさもへんので、こう丸く月形みたいな、描いてお目にもちょっとちっちゃめに描いて、まあ、ピンクでこうぼかしたりしながら、男子さんって言って男性の方に着付けてもらってます。帯とかでも、まあ、全長でだいたい6、7メートルほどあるので、それは後ろで結ばなあかんのですけども、男性の力やないと結ばれへんので、キュッと結んで、またこう長い帯をねこう持ち上げて作ってもらわなあかんので、お正月の着物が重たいんですけど10キロ以上はあるので、で6時の宴会のお席には、まあ、行けるようにして、これからもだいたい10時2時頃までお仕事をさせてもらいます。まあ一番やっぱりそのいろんな方にまあ喜んでもらえるっていうのはあるんですけど、まあ、海外から来てくれはったお客様で、その舞妓さんはうちがこう大きいにお座敷に入らさせてもらったら、もうすごい涙流してはって、もう私はこのために今日は楽しみに来たんです言って、生まれてきてよかった、本当にもう幸せありがとうって言ってもらったことがあるんです。もうその時に、あ、舞妓さんになってよかったなって、いろんな方にね笑顔になってもらえるので、それでは、まあ、ゆっくりどうぞ。
厳しいこととなるんですけど、まあ思ってることと現実は違うのでね、いろいろとね覚悟を決めて、お前になりたいと思うにあったらその気持ちをねまっすぐに通して、まあ、自分その何かに自信を持ってやった方が何でもいいなと思うので、いいなと思います。今芸妓さんになることが目標です。3年半頑張り